皆様こんにちは、串明真理です。たくさんのお客様に来ていただきまして本当にありがとうございます。このうちこの船橋さんのファンでいらっしゃる方、ちょっと手を挙げてください。こんなにたくさんいらっしゃいましてありがとうございます。今年、喜寿を迎えた梶崎在住の船橋千世です。ダンスを始めたのは3年前ですが、今では先生から褒められるほど踊れるようになりました。この私が7年前までは松葉杖に支えられて歩いていたなんて信じられますか。私は43歳で股関節の手術を受けて以来、車椅子と松葉杖が手放せなくなりました。会社には70歳まで勤めましたが、松葉杖で通勤していたのです。これまでの道のりは、中央区の健康施設が65歳から無料なので気軽に利用できたことや、体を管理してくれる整体師さんに恵まれたこと、そして何よりもいつも送り迎えをしてくれるうちのお父さんの協力があればこそ成し得ましたが、高齢者の方や心障者の方へ私の身をもってお話ししたいのは、筋力はいくつになってもつけられるということです。筋力がつけば歩くことはできますし、転ぶのも避けられます。ダンスだって踊れるようになりますよ。私の体験談を少しでもお役に立てれば幸いです。こういう状態になったので、本当に短いって言えば短いんですけど、もう長いって言えば長いし、本当にこないこういう体になったんですよ。だから本当にぜひいくつになっても筋力っていうのはもう100歳になってもつきますから。